こんにちは。長倉万次作、ポワール・ウィリアムスに関する20点と70点の思い出より、母校からの電話を2回に分けて朗読しています。今日は第2回目をお送りします。ラジオへの出演については、ささやかな考えがある。十数年前、僕はこの同じ局でラジオの構成台本を書く仕事をしていたことがある。紙コップのコーヒーの苦さと使用後の台本が放物線を描いてくず箱に投げ込まれる虚しさの記憶ばかりで何もいい思い出はなかったが、体重も増えて多少は大人になった今日この頃、再び当時とほとんど変わらないスタジオに入っていくと、それはそれでちょっとした感慨めいたものがある。感じたついでにダービーの2日前のことだったから、枠順を眺めてみたが何も感じない。番組で電話で出演した競馬評論家の井崎周五郎氏のサッカーボーイしかない。87一本勝負。もう絶対、ケケケ、という予想にうなずき、なるほどと87をピタリと外して馬券を買ったが、かすりもしなかった。もう一つ、ちょっとした考えのある出来事があった。こういう話は当人以外には何も面白くない話題だけれど、めったにないことだから許してほしい。一月ほど前のある日、明るい女性の声が受話器の向こうから聞こえてきて、僕に講演を頼みたいと要件を切り出した。10年早い。そういう声も聞こえますが、僕は書くより喋る方が好きだから、人前でぐずぐず話す講演とか演芸とかは嫌いではない。ほっといてほしい。ところが、講演を頼まれたその相手の名前を聞いてドキッとした。R 大学の学生部。僕が3年で中退した母校からの電話であった。本気ですか？中退ということが少し引っかかった。新入生のための講演なんですけど、と明るい声の彼女は言う。10年早い。頭の隅にその言葉がよぎったが、10年経ったらどうなっているのかわからない。僕は考える前に気がついたら何でもしますと答えていた。僕は付属の中学、高校から来て大学に入学した。ちょうど学園紛争が激しい頃で、1年余りをヨーロッパや中近東を放浪して帰ってきたばかりの僕は、ほとんど浦島太郎の気分でキャンパスを歩いていた。友達の大半はヘルメット姿で目が笑っていなかった。あれやこれや面倒になって大学は退学してしまった。大学が嫌いだったわけではない。それどころか好きでしようがなかった。母校は美人女子学生が多かった。それだけで好きだった。他に何もいらない気がした。だから紛争当時は面白いこともあったけれど、出遅れたミソッカスという立場もあって、引きつった言語障害の学生に花園を荒らされているような気分がした。ケツをまくって逃げ出してしまった大学のキャンパスに、十何年ぶりに足を踏み込んだ。気だるいような吹奏楽の練習する音や、芝生の緑、遊び人風の学生、それから時折すれ違う美人女子学生の存在も、以前と大して変わらない印象だった。講演会場の階段教室の壇上に立つと、顔のあたりが蒸気してくるのがわかる。故郷も田舎もはっきりしない人間にとって、母校の階段教室が、多分それに近い存在に見えるのか。笑ってやってください。新入生を前にして、僕は素朴に興奮してしまった。皆さん、こんにちは。新入生の諸君はどう思ったか知らないが、そう一言言っただけで、僕は胸のあたりがじんとなった。放蕩息子がやっと父親に許されて、家の敷居をまたいだ瞬間のように、僕は、ただいま、帰ってまいりました。と、胸の中でつぶやいてみたい気分だった。
今日はここまでにいたします。長倉万次作ポワール・ウィリアムスに関する20点と70点の思い出より母校からの電話の第2回目をお送りしました。ありがとうございました。